地球と月の周りのラグラン重点。L4 と L5 の位置にゴミの雲が存在する可能性が指摘されている。コーディネクスキー雲とはガッツキ道場の L4、L5 付近に存在するという雲状の天体。地球月間で三体問題の正三角形界に当たる位置にゴミが多く集まったというもので、これが太陽光を反射し光って見えると言われる。 月と同じように地球の周りを回っていることになるので地球の雲上衛星とも言われる。ポーランドのカジミエシュ・コルディレフスキが1961年に存在の確認を報告した。彼は1956年10月に最初に目視観測した時は角度にして約2度の対日照の半分ほどの明るさの光を見たと主張している。さらに 1961年に写真撮影した時には大きさと明るさが変化していた。1967年には j w スリー・シンプソンがカイパー空中点問題で、1975年には太陽観測衛星をソマイナス6が観測している。コルディレフスキー以外の観測者からも存在が報告されたため一時期実在は確実視されていたが、その後は、 報告例が少なく、今や幻の天体となっている。1991年には、日本の探査機飛天が L4L5 点の周辺を通過したが、有意なダスト増加は観測されなかった。L4L5 点は、太陽の雪道によって、不安定なため、一時的な現象だったのではないかと、考えている者も,もいる。見かけの大きさが約2度ならば、コーディレフスキー雲は最低でも、 直径1万 4000km の地球に匹敵するサイズの天体ということになる。その点では月と同様に肉眼でも大きく見えるはずだが存在したとしても大変暗い天体と予想されており、天の川は愚か大道港より淡く、さらには対日照よりも1等級、ないし2等級暗いと言われる。そのため、これらの光が観測の妨げとなり、 存在を確認するのは困難である。実際、公害がひどい現在の日本で観測を成功させるのは絶望的と見られるが、それでも1970年代初めには多くの日本のアマチュア天文家によって日衆運動に対して追尾する赤道儀式の課題の上に標準レンズを装備したメカニカルカメラを設置した簡単な機材を使って コーディレフスキー雲の観測の追試を試みた記録がある。コーディレフスキー雲は言われている通りのものであれば、白道面内にあって月に対し角度で東西60度離れた位置に1個ずつ計2個存在する。白道の王道面に対する角度は約5度と比較的小さいため、周囲の王道光に観測を妨害されやすい。そもそもこの雲は、 地球の重力に捉えられた王道光物質であると考えられるため、発する光は王道光と同様のものと予想されており、光の性質の違いにより王道光を特別することも期待できない。なお、餅ちの頃はコーディレフスキー雲においても満月と同様、その構成するゴミの共鳴反射光が観測され、普段より明るく輝くことが期待できる。しかしながらこの場合、 より明るい対日症が付近に存在し、観測を妨げる。このように、コーディレクスキー雲と周囲の背景光とのコントラストは大変小さい。対日症も王道光も、その他の妨害もうまくすり抜けられる最良の条件でも、持ちの頃に約1等級程度でしかないのではないかと言われている。これでは、条件の良い日を計算して選択しても、 肉眼での確認は大変困難である。そこで、前述の方法、つまり、標準カメラで星空を拡大せずに、ガイド撮影するという、比較的簡単な装置と方法が確認の手段として、当初から推奨されていた。コーディレフスキーの雲の観測はこれまでに、幾度となく、試みられてきたが、実際に成功したという報告は少ない。 王道光の中に別の要因による模様がしばしば出る場合があるので、たまたまコーディレフスキーが観測した時に月に対して60度の角度に近い位置でそのような模様が出た。つまりコーディレフスキーは雲を確かに見たがそれは地球の雲上衛星ではなかったという可能性もあり得る。王道光に生じる模様の例としては流星群の流星物質による体上の分布模様がある。 細長い帯と丸い天体とでは形状が相当に異なるが太陽と正反対の部分だけが対日照と同じく鏡面反射光として明るく輝き選択的に観測され見間違えられたと考えれば一応説明がつく。ただし流星物質の空間分布の研究は当時進んでいなかったため仮にこの説が正しいとしてもどの流星群なのかまではわからない。 この説に関連して、ジャコビニ流星群の2005年の接近の際、地球から見て満月に相当する位置に、短周期水星期限のジャコビニ流星群の帯が、コーディレフスキーの雲のように見える、可能性があると予想された。これは、この種の予想が成功した、最初の例である。このケースでは、2005年10月8日の晩に、開発が進んでおらず星のよく見える極東アジアで、 対日照付近に他の日には見えないコーディレフスキー雲のような天体が見えるかもしれないと予想されている。仮に観測に成功したならば、流星群を形成している流星物質の帯があたかもコーディレフスキー雲のように見える場合があるという最初の実例になり、コーディレフスキー雲が実在しない可能性が高まるだろう。一方、2018年11月に、 ハンガリーの研究チームはエルゴに2つのゴミの塊を確認したと報告している。ありがとうございます。